ダッシュでございます。どうも、武田でございます。武田でございます。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってまして、スペシャルゲスト2人呼んでます。小沢と大瀬戸に来てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。この光景はね、ありそうでなかったんですよね。そうだね、はい、かわいい。TKG プロジェクトの短距離エースの2人、2人のおかげでもすごい再生されてるので、YouTube の 50m 回を2人で撮ってたようなもんだから、すごい、そのぐらいすごいお2人なんですけど、ちょっと大瀬戸はね、まだ競技は続けてるけど、そうですね。いやいや、まあ頑張ってます。頑張ってるね。ごめんね、頑張ってますよ。頑張ってますよ。すげえ失礼なこと言っちゃった。小沢さんは今年出るとは言ったものの、なんだかんだ出てないんで。なんだか出てない。来年は頑張ろうかなと思ってるところです。まあ今日もね、軽く練習していこうかなと思うんですけれども、せっかくこの2人いるんで、こうやってブロックを蹴るシーンをみんなで撮れたらなと。久しぶりだな。久しぶり。楽しく。サブロ好きでしょ。めっちゃ好きですね。大好きでしょ。そういう感じで楽しんでもらえればいいんで。てかさ、2人はさ、面識はあったんですか。あったよ。なんだかんだ高校、僕が2年生の大瀬戸が1年生の時の全国合宿で、多分まともに話したの初めて。僕は一方的に知ってたから。いやいや、僕も知ってましたよ。いやいやいや、大学の時もあったら喋る。ああ、そうだね。なんだかんだ仲良くしてもらって。やっぱ西日本とかその下の方でさ、近めではあった。お隣さんなんで。なんだかんだね。もう一度一応紹介しておくと、小沢さんは自己ベストが10秒55で、大瀬戸が10秒19。はい、2人とも大学のエース格でこうずっとやってきた2人ですので、2人のエース今日楽しみだな。大瀬戸は今シーズンベースでいいですか。今シーズン、10秒88です。一緒なんよ。俺と一緒なんよ。あのバケモンが俺の隣にいるんよ今。枠を超えても一緒に走れるというのは本当幸せなことなので、ちょっと今日楽しんでいきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。いやー、いいね。はい。おえー、学生ぶりに。学生ぶりっすね、確かに。うわ、エモい。エモい。インカレでしか会わない2人で。もう6年ぶりとかってことっすよね。うわぁ。早かったね、シンプルに。早い人と走っておくと、スタートさらに焦んなくなるんで、僕。ボススタート早いもん。え、そうだよね。早かったな。日本代表の一走ですからね、普通に。頂点ですか。バケ。初ブロック。おー、初底で、そうだよね。どんなもんか。どうでした。なんかそんな違和感はない。あー、本当に。それが一番良かったかなって感じ。かといってめっちゃいいっていうわけでも、いいことじゃないですか。その今までの感じでいけつつも、もしかしたらその厚底の恩恵ももらえるかもみたいないうところってですよね。オンヤマークス、セーブ、ゴッ。謙遜しちゃってるね、これね。はいはい、お互い言い合って謙遜しちゃってます。オンヤマーク、お願いします。セーブ、ゴッ。オンヤマーク、セーブ、ゴッ。ブロックお疲れ様。お疲れ様です。最後に250をみんなで行くので、カメラマンはいません。まとめでボディコントロールみたいな感じで、ガツガツ行くというよりかは32秒でしっかりまとめて維持することを皆さん意識して頑張ってください。はい、僕が引っ張ります。お願いします。はい、煽り運転しないように。あ、やべやべ。みんな、小沢さんが250走ったとこんな生き生きしてる。いくつでしょタイム、小沢さん。僕と一緒ゴールして。早い。いいね。よき。よき。ありがとう。お疲れ様でした。あくびが出るってことは酸素が足りてないということです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。